阪海鉄道は南海電気鉄道の前身となる鉄道事業者。現在の南海本線南馬駅境駅間を開業させた。日本鉄道と東京馬車鉄道に次ぎ、日本で3番目の民営鉄道事業者であるということにて特筆される。また、日本鉄道は政府の介入が強い半官半民会社、東京馬車鉄道は、 名前の通り市街交通としての馬車鉄道を運営していた会社であったことから文献によっては半海鉄道を日本最初の私鉄としているものも見られる。関西における商業都市として栄えた大阪と境の間を結ぶ鉄道計画は明治初期から考えられていた。それが具体化することになったのは両都市における有力者や明治初期の財界人である。 藤田伝三郎、松本茂太郎、田中一兵衛、富山修造などが集まった1882年頃のことである。同年5月に大半海鉄道として大阪府に出願し工部省へ進達された。しかし、翌年2月に布設区間が大阪府内に止まること、普通の鉄道と異なるとの理由により、大阪府にて宣議することとして返礼されてしまった。 そこで、松本は豆を使った調査により、街道を通る、通行人や荷車の量から採算が取れると判断し、再度1884年2月、大半会館鉄道不設願いを提出し、6月16日に、会社設立が許可され、勧有地の無償化し渡しと、民有地の取得については、大阪府に委託すること、また、所有地の税は免除することが認められた。また、 同年11月22日に社名を半海鉄道に改めた。この前年である1883年、1880年に開業した釜石鉱山鉄道が製鉄所の不審によりわずか3年で廃線に追い込まれていた。藤田はこの資材払い下げを受け、不設費用を落とそうと画策し、会社設立とほぼ同時期に政府から認可を受けた。 そして線路や二両の蒸気機関車を大阪まで運び込み、不設にかかることになった。住吉駅1885年12月27日、開業式を挙行し、同年12月29日、南波駅を起点にし、天下座や住吉を経て大和川北岸に至る区間の営業を開始した。大和川橋脚をかける工事には、時間、費用を要すると見られたため、 このような暫定開業となったと言われている。その後、1887年5月に、境市街へ入るための延伸工事を開始し、10月には、洪水によって、中断を余儀なくされるが、1888年3月に、竣工した。そして同年5月15日に、境の東橋駅まで、延伸運転が開始され、大和川仮駅は廃止された。 阪海鉄道の営業成績は、おおむね良好で、輸送量が増えたことから1892年12月29日には、南波住吉間を伏線化した。阪海鉄道の成績が好調である中、同社の首脳人である松本らは、次なる目標として、堺から和歌山に至る路線の布設を目論み、木泉鉄道として、出願を行った。この時、 競合する木坂鉄道の出願も出されていたが、調整によって両者は合体することになり、南洋鉄道となった。その後、南海道にちなんで、出願事業者名を南海鉄道と解消し、認可後の1895年8月25日に会社を設立した。それに先立ち、1889年には半海と、 ののの間で、和直中のため協議が行われ、阪海鉄道は空き缶を 838mm から 1067mm に改めるとともに将来的に両者が合併することも決められた。阪海鉄道は南波住吉間の改め機工事に着手し、住吉境間の改め木と境以南の建設は南海鉄道が行うことになって、 1897年12月15日に改め期を完成させた。それに先立ち、南海鉄道では、堺から佐野を経て尾崎までの区間が開業しており、この時より南波尾崎間の直通運転が開始された。そして1898年10月1日、和歌山への延伸に先立って、半海鉄道は南海鉄道に鉄道事業を譲渡する形で統合された。 南海鉄道は、その後、1944年に、関西急行鉄道との合併で、近畿日本鉄道となるものの、1947年に、高野山電気鉄道が解消した南海電気鉄道に、旧、南海鉄道の路線を譲渡する形で分社化が行われ、現在に至っている。鉱山鉄道の資材を用いたことから、期間は838ミ、mm、リメートルと、 特殊なものが採用された。機関車は、釜石から運ばれた、イギリスのシャープ・スチュアート車製 B 型機2両のほか、ドイツのホーエン・ツレルン機関車より4両の B 型機を輸入している。前車は、若浦と、吉野山にちなんで、若、吉野、校舎は、沿線の地名、川にちなんで、何は、墨江、東、大江と命名された。 また後者は日本の鉄道における初のドイツ製機関車導入事例ともなった。客車は木製四輪車で上等車2両上中等号造り車4両中等車7両下等車24両下等環球車4両手荷物環球車4両。貨車は有害車4両魚運車2両土運車24両であった。後に客車は丹野和遊園で汽車ホテルとなった。 ありがとうございます。